1987年の西武ライオンズでは、1987年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは森正明監督の2年目のシーズンであり、3年連続10度目のリーグ優勝と2年連続7度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。前年パリーグ MVP を獲得した石毛博則を遊撃手から三塁手へ。 秋山孝二を三塁手から中堅手へコンバート。シーズン序盤は、辻初彦、渡辺久信を故障で書き、2年目の清原和弘が、不審であったことから、5月7日には再開に、転落するなどで遅れた。しかし、5月16日から不審の清原に代わって、秋山が4番に座るとチームは復調し始め、前半戦終了時点で首位の阪急に1.5差の2位に、 迫ったさらに辻、渡辺が故障から復帰すると、チーム状態は完全に復調し、7月後半には半球から首位をダッシュ。8月以降は34勝14敗6分と、貯金を二重重重ねて、パリーグ3連覇を果たした。日本シリーズは読売ジャイアンツを4勝2敗で下し、2年連続日本、1となった。打撃陣は、チーム打率は、 249の再開ながら、チーム本塁だが、リーグ1位、チーム盗塁数が5位のロッテに次ぐ123個を記録して、リーグ2位を検討。打撃陣の不調を投手陣がカバーして、関東数、防御率ともに、リーグ1位で投手陣が奮闘したシーズンとなった。このシーズンオフ、パリーグ MVP を獲得した、東尾治が、マージャント爆容疑により、 球団から翌シーズン半年間の出場停止と、現法2500万円の処分を受けた。色付きは規定投球回数以上の選手色付きは、規定打席以上の選手本節では、毎シーズン終了後から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団、ありがとうございます。